町山智博のアメリカの今を知るテレビ In association with CNN。 モニュメントバレーというね、あの巨大な岩山なんですが、はい、それがなぜ有名かというと、ジョン・フォード監督の西部劇にいつも出てくるからなんですね。ああ、そっか、西部劇をね、あそこでよく撮ってたから。そうなんです。もう、うん、ジョン・フォードだけじゃなくて、まあ、バック・トゥ・ザ・フューチャーとかね、うん、イージー・ライダーとか、うん、まあ、いろんな映画をそのモニュメント・バレーで撮っていて、モニュメント・バレーは、あの、西部の象徴となっているんですけれども、ジョン・フォードがですね、そのモニュメント・バレーで西部劇を撮り始めたのは、駅馬車という映画からなんですね。西部劇はハリウッドでその当時もうすでにたくさん作られていたんですが、ハリウッドで撮ってたんですよ。そうですよね。だからバーバンクの方とか、ちょっとね、はい、言ったら砂漠いっぱいあるから、なんでわざわざナンバホの方にね、あっちの方行ったんだ、モニュメントバレーまで行ったんでしょう。それは、モニュメントバレーでですね、ナンバホ族相手にこう交易所というものをやってた白人の夫妻がいたんですよ、うん、あの工芸品であるとかね、あと羊の毛のね、羊毛の織物であるとか、そういったものを持ってきたらそれを買い取ってお土産物として売るっていうのを、トレーディングポスト、交易所というんですけれども、はい。でその人たちはすごくナバホの人たちと仲良くなって、でナバホの人たちに仕事を与えたいということでハリウッド行ったんですよ。ああ、そういうことで、うんうん、ジョン・フォードに本当の西部で撮らないと意味ないですよって言ったんですよ売り込みに来たんだ。そう、売り込みに行った。ハリウッドの西部じゃなくて本物の西部でね、先住民の人もいっぱいいますとね。あ、でそっか、それまでのハリウッドの西部劇に出てくる先住民の人たちはメキシコ系の人とか、要するにハリウッドにいる人たちが先住民のふりをしてたんです。なんならね、白人の人がちょっとファンデーション濃いめのやつ塗ったりしてね。でジョン・フォードが行ってみたらすごい景色なわけですよ。確かにね、映画に撮ってくれと言わんばかりの景色なわけですよ。ね、でよし、ここで撮ろうってことになって、で撮ったのが駅馬車なんですね。西部を舞台にした映画ではもう必ずジョン・フォードはそこで撮ると、モニュメントバレーで撮るということになって、その地元の人たちをエキストラとして雇って、先住民の役を先住民の人、ナマホ族に、演じさせてたんです。モニュメントバレーをハリウッドに売り込んだグールディング夫妻。はい、Good morning。 彼らが営んでいた交易所が今も残されていました。現在建物は夫妻の博物館になっているそうです。早速入ってみましょう。 Thank you。 Wow, looks like aナバホの地元の人たちはここへ来て食料品や日用品を買ったり交換したりしていました。グールディング夫妻はなぜナバホ族の人々のためにこの場所で交易所を始めたんでしょうか。グールディング夫妻は開拓者でした。彼らはモニュメントバレーに来て、なんて素晴らしい場所だと思ったそうです。当時パイユート族がいましたが、彼らは州政府によって別の居留地へ移されました。ちょうど売りに出されていた土地に彼らは飛び込みました。そして交易所を始めたんです。ナバホの人々との交流が深まり、夫妻はハリウッドへこの地を売り込みに行きます。1930年代にグールディング夫妻がリゾートやロッジを手掛け始めた頃、大恐慌が起こりました。彼らが地元の人たちのための収入源が欲しいと考えていた時、映画の話を小耳に挟みました。当時ハリウッドがエキストラやロケ場所を探していると。そこでグールディング夫妻はこの場所をハリウッドに売り込みに行くことにしたんです。これらは最近の映画です。フォレスト・ガンプ、2001 Space Odyssey。
There is some kind of set? Yes. ハリウッドのセットをここに作りました。バレエの中にです。建物が完成するまで多くのナバホの人たちがここで働いていました。いや、本当は何にもないところにもう巨大な街を作って全部ここで撮影したというね、荒野の決闘ですね。シャーリー・テンポ、ジョン・ウェイ・ヘンリー・ホンダ、いやすごいね、大スター、ビッグスターズ。この建物は黄色いリボンの撮影で使われました。建物はまだこの場所にありますよ。黄色いリボンの撮影に使われた建物はまだ あるそうですね。ジョン・ウェインズ・キャビンって今すぐ窓の外に見えます。ということで、黄色いリボンが撮影されたジョン・ウェインキャビンを見せていただくことに。ここはジョン・ウェインのオフィスでした。中を見ると彼のデスクや薪ストーブがあります。 It was used for the movie. ジョン・ウェインはね、この中で騎兵隊の、まあ、年老いた軍人をやってて、彼のオフィスのシーンはここで撮影されたそうです。ジョン・ウェイン主演で数々の名作を生み出した巨匠ジョン・フォード、彼はネイティブアメリカンの役にここに住むナバホ族の人々を多数起用することで経済的にも大きく貢献しました。 This is Japanese poster, you know? 何と書いてあるか分かりますか？Oh, yes, yes, yeah. Searchers, yeah. 捜索者ですね。ジョン・フォードが初めてここに来た時、彼はこの先何度もモニュメントバレーで撮影しようと決めていたんです。なので、どの映画でもセットを一方向からしか撮影しませんでした。別の角度は次の作品の撮影のために残しておいたんです。ですから、これらの作品は全て同じ場所ですが、異なる方向から撮影されています。実はこの映画、ガイドのラリーさんに関係するこんな逸話が。10月のある日、ここで撮影していた時、彼らは何か違う要素が欲しいと考えました。ジョン・フォード監督は雪が欲しいと言いました。オクトーバー。それでナバホのメディスンマン、つまり呪術医に祈祷するよう頼んでみることになりました。そこで相談したのが呪術医だった私のヒーヒーおじいさんでした。彼は映画のために祈りました。すると翌朝、ジョン・フォード監督たちが起き、ドアを開けると、中庭には雪が積もっていたんです。10月にです。その時から彼は撮影スタッフからウェザーマンと呼ばれるようになりました。これはモニュメントバレーの内側です。ジョン・フォード・ポイントと呼ばれています。彼の名前を取った場所です。モニュメントバレー内で彼がよく撮影に使う場所に自分の名前を付けました。モニュメントバレーをこよなく愛したジョン・フォード監督、彼が撮影した場所はジョン・フォード・ポイントと名付けられ、今では観光名所になっています。そして博物館の裏からはナバホ国が一望できます。駅馬車が置いた。ここで駅馬車の撮影が行われました。そっちはナバホの家族が初期の頃に移動に使った荷馬車です。グレートビュー。そう、見渡す限りナバホの土地です。It's a Navajo land. This is all Navajo land. 学校などはこちら側にあります。病院もこちらにあります。必要とする基本的なもの、必要不可欠なものは、すべてここに集まっています。
It's very large. So how can you pick up the kids for the school? バスに乗って1時間かかります。ナバホ族は子供の頃、呪術医や長老によって今後の人生が守られるよう儀式が行われます。その時に正式な名前が授けられます。Sacred name. そうです。そして名前を授けた長老がその名前は儀式の中だけで使うと教えるんです。もしあなたが私の伝統的な名前を知りたいなら、私と一緒に儀式に参加しないといけません。うん、I'm the ceremony. Ah, okay. 私たちの儀式はそれぐらい神聖なものです。先ほど話をした雪を降らせた呪術医もそうです。ジョン・フォード監督を喜ばせました。それぐらい神聖で魔法のようなことです。そして町山は念願のジョン・フォードポイントへ。親父がね、来たかったんだけど来れなかったですね。わあ、ビューティフォー。これはスピリットです。スピリット、わあ、スピリット、わあ、グッドネーム。ありがとう。スピリットは16歳です。16歳です。わあ、かなりオール中年ぐらいですね。ではどうぞ。左足をここに置いてください。少し力を入れて。OK、ここを持って。 OK、 Yeah、スピリット。憧れのジョン・フォードポイントからの雄大な眺めはいかがですか？Oh yeah, beautiful place. It's amazing experience. このジョン・フォードがずっとナバホで映画を撮ってる間に変化が起こってくるんですよ。最初は行き場所はね、あのアパッチが襲ってくるっていう、ね、インディアン怖いっていう内容なんですけど、だんだん変わってくるんですよ。黄色いリボンとか、そのアパッチ取り入れって映画だと、もう先住民やっつけろっていう、その騎兵隊の、まあ、軍人がいたりするんだけど、それに対して主人公のジョン・ウェインとか、いや、そんな彼ら別に野蛮じゃないし、話し合いもできるんだから、そんな無茶苦茶な攻撃とかしない方がいいですよ、という人が主人公になってくるんですよ。実際の人たちと触れ合うことで、本人にも変化が生まれたのかもしれない。ね、だって一緒に仕事してるわけだから、ジョン・フォード自身が。で、創作者っていう映画があって、これはジョン・フォードの映画の中で一番大きい転機なんですけども、コマンチ族に、その、まあ、あの自分親戚の姪っ子を奪われたジョン・ウェインが、その復讐のためにコマンチ族を、まあ、殺そうとするんですね。ところが一緒に探す相棒が、先住民との混血児なんですね。うん、探していくうちに自分がその先住民を憎むってことがおかしいってことに主人公が気づいていくっていう話なんですよ。うん、最終的にはシャイアンという映画で、先住民の強制移住を非常に白人の悪として、ひどいことを白人は先住民に伝えてしましたという内容で、完全にシャイアンが主人公なんですよ。それがジョン・フォードの、まあ、先住民を描いた最後の西部劇なんですね。シャイアンがどんどんいろんなことも本当に知っていったし学んだんでしょうしね。ナバホ族の人たちは、コマンチ族とかアッパチ族とかで、いろんなことをやらされてきたんですけれども、ナバホ族はナバホ族のことを全然演じてないっていう状況がずっとあったわけですよ。ところが一本だけですね、ナバホ族についての映画があります。それはウィンドトーカーというタイトルの映画なんですが、これ西部劇じゃなくて戦争映画です。第二次世界大戦の時に太平洋戦争で、アメリカ軍が日本軍と戦ったんですが、その時に無線で作戦の指示を送っていたのはナバホ族の人たちなんですよ。暗号の手段としてってことですか？そう、暗号なんですよ。敵が占領している、この場合は第二次大戦で日本軍が占領している島に突撃をかけて上陸するのが海兵隊なんですよ。
一番危険な、うん、その海兵隊にナバホ族が、400人以上入りまして、ナバホ語で通信をしたんですね。そっか、英語だと日本軍に聞き取られたら動きが全部バレちゃうから、ナバホ族の人たちをそこに入れて彼ら同士で会話させるだけでもう暗号になるっていう、暗号になったんですよ。各小隊ごとに全部ナバホ族がいて、連絡は全部ナバホ族でやってたんですね。ほう。ナバホの歴史が展示されている博物館にもコードトーカーの詳しい展示がありました。これ、まあ、第二次世界大戦の太平洋戦線ですねにおいて、ナバホの兵士たちが、まあ、コードトーカーとして無線でナバホ語なんですけど、まあ、暗号の一種としてそれを使ってアメリカ軍同士の連絡を通信をするようになりますね。400人のナバホ兵が参加したということです。海兵隊の、訓練場なんですけれども、あのナバホの伝統的なちゃんと衣装を持ち込んでナバホ語で、海兵隊の歌をですね歌おうとしているところだという写真ですね。これはあれだ、ナバホ語のリストだ。例えば飛行機っていうのはウォーターでネヒーっていうんですねこれで会話してたから何が何だか日本軍には分からなかったというね。駆逐艦はカーローっていうんですね。どういう意味なのかなと思ったらサメって意味なんですね。駆逐艦のことをカーロー、サメって言うんですね。あ、これ面白いですね。これ意味が分かってもさらに分からないんだ。偵察機のことをネアスジャーって言うんですけど、偵察機はフクロウって言うんですね。オール。潜水艦のことはベッシュローって言うんですね。意味は鉄の魚、アイアンフィッシュって言うんですね。まあでも飛行機とかね、船っていうものがナバホにもともとないから言葉を作るしかないですね。それはね、あ、ペルリューですね。激戦地でしたね。ずっとナバホ兵の人たちはその海兵隊だから先遣部隊として、日本に近づいていったと。沖縄だ、もう大激戦でもう何もかも廃墟になっている、すごい写真ですけどね。あの鳥居自体にも弾丸の跡がありますけどね。日本の太鼓ですね。日本の太鼓でナバホの人が多分ナバホのリズムを打ってるところですね。日系人もね、あの第二次大戦はね、参加しましたけれども、ナバホの人たちもやっぱり第二次大戦に参加することでやっと人権がね少しずつアメリカの中で認められていったんだということですね。藤田さん知らなかったのは当たり前なんです、それ、うん、アメリカ軍はつい最近までそのことを秘密にしてたんです。なぜ発表しなかったかというと、戦争がこれからも続くはずだからね、うん、ナバホ族の行動とか必要だからその存在は知らせない方がいいってことで国民にも世界にも秘密だったんです。すごいで、もう今はその無線とかがすごく傍受しにくくなったからアメリカ政府が発表したんですよ。それを早く分かってたら差別とかもうなくなってたのにね。アメリカ国内ではありがとうっていう風になってたかもしれないね。え、でも彼らは栄光がなかったんですよ、そういう栄光が長い間で。やっとあの公表して彼らを公に、まあ、勲章を与えてということができるようになったんですね。